レオン師匠の深釣り堀。レオンさん、こんにちは。はい、こんにちは。レオン師匠の深釣り堀第3回目になります。今日もよろしくお願いします。今日はですね、初回の動画にコメントでいただいた視聴者さんからレオン師匠に聞きたい質問を取り上げたいと思うんですけれど、はい、多分この方はですね、ちょっとやっぱレオンさんの歴史を多分知っている方だと思うんですが、ズバリその質問がですね、レオンさんがアメリカで過ごした時に感じた海外の釣り文化に教えてくださいという質問です。なるほど。なのでちょっと、もしかすると知らない視聴者の方もいると思うんですけど、うん、レオンさん、この今まででいつ頃海外で過ごされてたんですか？ああ、なるほどね。はい。じゃあざっくりかいつまんで、50歳になるちょっと前だったのね。はい。僕が今74ですから、おおむね25年前だね。2000年ミレニアムになるちょっと前だから。多分1997年から2001年にかけて、うんうんうん、そのあたり3年間と、はいはいはい、北米に行きました。北米ですね。はい。そうそう。まあ行ったのは仕事で行ったんですよ。うんうんうん、当然仕事でアメリカに行くとなると魚釣りもしたいんだけども、はい、まずは仕事なので、これどんな仕事かというと、某IT 企業の北米支社立ち上げに向けての現地調査、はい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 、調査で行きました。で、最初は1ヶ月だけの調査目的の渡米で、うんうん、長期出張的な感じですね。そうだね。うん。旅行代理店さんに手配してもらって、僕の営業というか市場調査に、僕は英語喋れなかったので、通訳さんをね、つけてもらったんだけど、ボストンにある有名な大学、皆さんもご存知の、マサチューセッツ工科大学。はいはいはい。ね、助教をされてた女性の方なんです。はい。うん、ね、なかなかの美人さんで、で、この方と二人で、目指す業界の企業、うんうんうん、でアポイント取って、うん、システムとか企画の説明に行って、市場性があるかどうかの当たりをつけるっていうのがね、最初の渡米の目的だったのね。うんうんうん。うん。で、1ヶ月もかかんなかったんだよな。2週間ぐらいでね、幸いなことに世界で一番大きいという、なんとは言えないんですけど、業界の会社の、はい、ミーティングにうまく潜り込めたときに、そこにおられた西海岸の支配人という方が、はい、わずか1週間で電話してこられて、うんうんうん、やると、乗ると。はい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 。というお話で、うわぁ、これいけるじゃんということで、一旦日本に引き返して、で、うんうん、北米支社一応形整えなきゃいけないんで、現地の日系2世3世の方で英語も日本語もベラベラっていう人材を2人入れて、はい、で事務所を借りてもらって、僕が住むアパートメントも借りてもらって、うんうんうん、西海岸でまずは営業スタートできるということだったんで、ロサンゼルスにね、うんうんうん、ロス市の横にトーレンスという町があるんです。これはトヨタの社員さんなんかもいっぱい住んで、今トヨタ引き上げちゃっていなくなったんだけど、トーレンスにはトヨタの町と言われるぐらい。そこでアパート借りて、はい。行くことになりました。はい、で、ちゃんと赴任しますよっていうお知らせを現地のスタッフにした上で、改めて渡米するんですけど、体が行くより先に釣り道具を送っちゃった。なんていうやつだった話なんだけど、絶対釣りしたいんじゃないの。そうですね。憧れだよね、やっぱりね。うん。うん。で、この頃には、もう僕が50近くなってたし、日本でももうバスフィッシングシーンっていうのは盛んだったので、
アメリカ行けるよってなったんで、もう十分下しら、釣りの下調べで、そっちの市場調査も。そう、していったわけで、で、釣り道具先に送ったらさ、現地着いて、スタッフたちとミーティングすると、僕のことをね、ニックネームで呼ぶんだよ。ほう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 。なんだろミスター・ロッドマンって。う。あこれ、当時、世界中で一番人気があったの、バスケのデニス・ロッドマンっいはいはいていう NBA のスーパースターがいたんだけど、はい。はい。ちなんで、竿を先に送りつけてきたやつで、ロッドマンなんてあだ名がついて。そこから、まあ、行ったり来たりしながらなんだけど、3年間ほど僕の、北米、釣り人生活もスタートしました。なるほど。まず何から釣られたんですか？まあ、トーレンスっていうのは、どちらかといえば港町なんだよね。はいはいはい。まあ、広島のような感じかな。今僕が住んでる広島市内の横川っていうところから海辺まで行くのに自転車で20分か30分、30分かかるかな。でもこのトーレンスに借りたアパートメントは、もっと港に近いところに借りてもらった。もう万全の体制ということですね。水辺まで10分かかんないの、自転車で。ほら、車止めるとこ探すの大変だから、はい、自チャ転リ車でが行けいいるのぐからいな。の。だからもう、まずは、トーレンスの町の港はね、キングピアという、は桟い。橋、有名な桟橋があるんです。そこへ行ったね、最初は。で、もうまず何が釣れるかわかんないからさ、僕の最も得意な、今で言うところのライトゲームスタイルで、遊んだらね、見たことのない魚釣れるよね。まず、僕のことですから、いきなり港湾部の根魚釣ろうとするよね。なるほど。3グラムくらいのジグヘッドに、当時持っていったのが、ネジワームと呼んでたスクリューテールグラブだね。それと、エコギアさんのグラスミノー。2種類だけだな、ワーム持って行ってたのは多分。それで、いつものように広島、山口でやるようにすると、カサゴのような魚が釣れるね。何かしらの根魚であることは分かるやつですね。カサゴ科じゃないんだよね、今思うと。かなり、ソイのような、ダルマオコゼとソイのアイノコのような、へんてくりんなね、ブサイクで美味しそうなのがよく釣れたね。結構でかいんだよ、こんな。もう30センチぐらいあるような。もうやわなタックルだと取れないんだよね。最初はそんなの釣って遊んでたかな。それから、あとだんだん足を伸ばすようになるよね。慣れてくると、用意してもらった車。で、隣というか国境の町サンディエゴの方まで車飛ばしたり、あと地図でその内水面の、リザーバーだったり、ボートそういうところを地図で探してはこう、内水面の釣りもやりました。なんかこう、日本にいたときに、なんて言うんでしょう。アメリカの釣りで、なんかこういうのをやってみたいとか、こういうのに憧れるなとかと思ってたのとかってあるんですまずブラックバスはね、もう絶対にやろうと思った。なぜなら、ロサンゼルス郡には、レイクキャステイクという、今でもね、北米にバス釣りに行こうとしたら、まあ、かなり有名な、5位ぐらいのランキングに入るぐらい、キャステイクっていうのは有名なんです。効率は悪いんだけど、でかいのがいるんだよね。おお、なるほど。まずはこれを釣りに行きたくて。現地スタッフに探してもらったの、ガイド探してくれっつって、一生懸命探してくれたのがね、ロバート・クルピ。ロバートの通称の呼び方はボブって呼ぶんだけどね。普段はね、ロサンゼルス市警のおまわりさんしてて、
土日だけ、キャステイクでガイドをやってる。まあ、ある種プロアングラーなんだよね。ボブ・クルピが一番トップガイドだっていうんで、ボブ・クルピの船に何回も行った。で、まずは、テンパウンド釣りたかった。おお、なるほど。10ポンドオーバーのバス。で、実はね、このボブ・クルピのお父さんが当時、琵琶湖で世界記録釣れたの知ってる？久米。なんか噂にというか、なんとなくぐらいの。日本人の彼が琵琶湖で世界記録を出すまでは、長い間、ちょっと正確な年代覚えてないんだけど、40年間ぐらいは、このレイクキャステイクで釣られたバスが22.5ポンドだったかな。もうずっとしばらく破られない記録だったん何で年かはちょっと覚えてないんだよ、僕もね。すね。うんうんうん。正確に覚えてないんだけど、実はボブ・クルピのお父さんが、その世界記録の保持者だったのね。22.5ポンドがどれくらいかっつうと、だいたい11キロとか12キロとか。バスで。とんでもないですね。とんでもない。でも、そんなものが釣れるとは僕も思ってないけど、日本だったら例えば50アップ釣りたいなっていうのがあるじゃない、まず最初に。でね、レイクキャステイクのナンバーワンガイド、ボブ・クルピの船に乗って、なんとかテンパウンダーをね、まず釣りたいっていうのが、最初の目的だね。それ以外は、もうね、海や山やで何が釣れるか分かんないから、とにかく、あちこち行きまくったよね。あちこち行きまくるんだけど、ボブ・クルピもね、実は驚いてくれたんだけど、あちこち行きまくるんだけど、僕が使ってるタックルとルアーは、今僕がメバリングやカサブゲームやキジハタやるのと全然変わんないわけよ。基なる本ほど。変わってないのよ。で、ボブにテンパンダー釣らせろなんて、僕リクエストする割には、ライトタックル、ライトゲームでやるから、ちょっと、ボブが驚いたのが、ボコボコに釣るわけ。だってアメリカ人が見たこともないような釣りをするわけじゃない。つまり、メバリングをやっちゃうわけよ。レイクキャステイクで。なるほど。サイズはさ、出ないんだよ。35センチから45センチくらいのバスなんだけど、彼らがやっても食わないやつがボコボコ食ってくるわけね。で、時折50オーバーがスコーンとくるの、それでもね。これでね、ボブが驚いたんだけど、ここから今回のテーマに沿った話をちょっとするんですけど、ボブがまず位置取りをしたボートポジションの周りには、だいたい5艇から10艇ぐらい間隔空けて浮かんでんだよ。日本人が思うバスの釣り方と全然違っててね。ボートほとんど動かない。風で流れる程度。まあ、どっちかっていうと、海の釣りに近いのね。流れのあまりないところで、多少の風で船が流されるの感じで、ドテラで流してるね。なるほど。もしくは、ダブルアンカーかけて、このバスの回遊路にアンカーリングしといて、餌入れて釣るみたいな、かなんだけど、5艇10艇浮かんでるところで、最初に僕がビッグフィッシュをかけた時のことがね、未だに忘れられない。もう明らかにでかいのかけたなっていう様子になるよね、50も超えてると。いい忘れと。そうすると周りのボートが一斉にこっち見てるわけよ。なんだなんだと。なんだなって見て、あいつ大きいのかけてるぞみたいな感じ。で、キャッチしてガッと持ち上げたら、でっかいの、本当に60センチ近いぐらいあるの。含まれるんじゃねえか、これ、みたいな。で、うわ、やったーって、ボブにぶら下げてガーって見せたのね。まあ、ボブが救ってくれたんだけど、救ってネット渡してくれるので、顎持って、やったよーって差し上げたら、周りのボートから一斉にオベーションが来るわけ。口笛は鳴るわ、拍手は来るわ。
で、一瞬何が起きたか分かんなかったくらい。ピーピーピーよ、あなのよ。声もかかるし。これ、どう、久兵衛さん。いや、いいですね。ちょっと、と行っびったくこり。とないんでわかんないんですけど、想像しただけでいいシーンだなと。いや、これ、ね、長いこと日本で釣りをしてるし、ある程度人がいるところで大きい魚を釣ったこともあるけど、決してなんないよね、そういうふうに。そこまではならないですね。まずね、ここでびっくりしたの。で、またね、結構直後ぐらいだと思うんだけど、はっきり覚えてないけど、多分その年のうちくらいだと思うんだけど、やっぱりその、ロサンゼルス郡の中で地図でこう見てたら、すごく小規模、平地に小規模な、トラウトポンドがあることを知ったのね。まあ、ここはほら、あれだよ。日本流に言うとエリアだよ。カン釣り的な。そうそう、缶釣り的な。だから日本の缶釣りのように、いかにも掘りましたよっていう池じゃなくて、もうちょっとなんか自然な感じの。まあ、むちゃくちゃ美しかった。もう、綺麗な林の中に、バーッとこう、ちっちゃい湖があるような。で、ちゃんとロッジがあって、そもそも入り口はフェンスがしてあってさ、朝、時間にならないとそのゲートから中に入れないわけ。時間が来たら車ごとそのゲートから入っていくと、切符売り場がすぐ運転席側にあるわけ。そこでチケット買って入って、所定の駐車場に止めて、魚釣り始めるんですけど、チケットを買ってね、先に。そうすると、まあ、人気のポンドで、トラウトポンドで、もうたくさん釣り人がいるわけよ。僕、ちょっと行くの遅かったから、もうすでに湖にだいぶ釣り人さんが入ってる状態で入ったから、結構その、なんだろうな、空いてるスペース探すのが大変なぐらい人がたくさんいる。で、なんとかこう、空いてるとこ見つけて、隣の人に挨拶して、やらせてねって言って挨拶して始めて、僕のね、二人隣に、おじいちゃんがいたの。ちょっとね、肌色では区別つかなかったんだけど、メキシコ人なのか、黒人なのか、ちょっとわからないような、そこそここう、風体がこうボロボロというか、年季の入った。というよりね、表現悪いんだけど、ちょっとホームレスさんに近いくらいのボロボロな釣り人さんで、よれよれで、で、竿もガチャガチャのなんかでっかい竿に、リールが巻くとゴリゴリ音がしそうな傷だらけの、リールでこう投げてはゴリゴリやってんの。そしたらね、その人がにとつ、すごいビッグヒットが訪れたんですよ。ガンと来て、わーって声上げて、おっと思って見てたら、もう明らかに異常な竿の曲がり方。で、ドラグ出てんだか出てないんだかよくわからない。ドラグ来るから音もしないんだけど、おたおたしてるわけ。そう、満月状態で。この時のね、周りにいた釣り人の反応がね、もう未だに僕、映像がね、蘇ってくる。もう、あっという間に20人、30人とじいさんの周りに人だかりができるわけ。みんな口々に応援すんの。頑張れと。やばい、やばい、君ならできる、絶対取れる、取れよとか、応援してるぜみたいな感じで、うわー、声援が飛んで、で、もうかなりの大物だったね。なかなか簡単には寄ってこずに、もうラインがザーザーって右左走るわけ。で、左側と走ると左側にいる人たちがもう一斉に巻いてこい、上げて。避けて。これでかいっていうのが左右がわかるから、もう左右何十メーターかの釣り人が全部自分の竿を巻いて置いて、もう投げないの見よ。守るわけですね。もうそれ自体が素晴らしかった。道具を置いてみんな集まるわけ、じいさんの周りに。で、ようやくね、もうどれくらい時間が経ったのかちょっと覚えてないんだけど、多分10分とか、15分とかかかったんだと思うけど、引きずり上げた魚体がレインボーなんだけど、もう胴が僕のももよりはるかに太い。ガーッおお。
っとしてて、で、サイズがね、80センチ近いんじゃないかなっていうぐらいでっかい。これさ、キングサーモンでしょみたいな。で、無事引っ張り上げた時のもう周りの歓声がすごかったね。わあ、もう、ところ構わずパンパン叩かれて、じいさん。頭やら肩やら背中やらバコバコ叩かれて、盛大なオベーションを受けるわけよ。いいですね。なんかそう温かさがあるんですね。おう。で、多分友達だと思うんだけど、寄り添うようにずっとそのファイトしてる間、隣にいた、やっぱりちょっとボロボロのおじさんは、涙流してんだよ、ボロボロ。やったな、お前よかったなーって、何回も何時間も来た甲斐があったな、ボロボロ泣くんだよ。すごい。すごい。で、後でその、事務所の方で聞いたら、レイクレコードクラスだった。すごいですね。だけど、本当に涙流して喜ぶ、全く見知らぬ人たちがハグしてくる、肩叩いて、背中叩いて、もう盛大な拍手や口笛で、一時釣りができないんだよ、もう、にぎやかで。あれはね、ちょっと感動的な光景だったし、びっくりするし、じゃあ日本のエリアで同じことやったらどうなるんだとか、その日がの差をね、もう強く感じて、で、僕が、そのシーンでパッと思い出したのが、ゴーストニューヨークの幻かなんかの映画かなんかであったシーンなんだけど、ニューヨークの地下鉄で、通勤客がびっしりその地下鉄のホームにいる中、その人波に押されて左右に分かれてしまった男女がいるわけね。で、男がその人波越えて彼女に声をかけるわけ。メリーミーっつって結婚してーっと叫ぶわけ。人がたくさんいるのに、日本人だったら絶対やらねえよな。そうですね。結婚したよーって、OK くれよーって、彼女が、イエースってやるわけよ。そしたら周りにいた人が、あ、求婚してんだって気がついた時点で、その人波は一斉にこう、歩いてたの立ち止まって、おおって嬉しそうな顔するの、みんながね。映画の中だよ。で、彼女がイエースって言った途端に、うわーっと大歓声が上がって、その人でぎっしりだからこう離れてるじゃん。男側の地下鉄の中のホームにいるそのお客さんたちが、その男を担いでこう送るわけ、こうやって。彼女の頭の上にガーンと送ってって、彼女のもとに届けて、周りでわーって拍手があるっていう映画があるんだけど、そのシーンを思い出して、まあ、ハリウッド映画だからねって思ってたの、当時。映画だしって。本当にあるじゃん。そのトラウトポンドで実態を見たわけよ。すごいな、アメリカのこう、そういう文化って、本当素晴らしいなと思ったしね。いいですね。そのスポーツフィッシング、レジャーフィッシングに対する、その文化の違いっていうのをまず感じたね。本当に印象深いシーンでした。アメリカとか海外の釣りっていうのをこう、パッと聞いたときに、まず浮かぶのが、結構、レギュレーションみたいなものだったり、まあ、先ほどレオンさんがその、すごいシーンに出くわしたという、その、いわゆる缶釣り的なところもきっちりこう、管理されてて、フェンスがあってみたいにあって、こう、多分それってそのレイクをきっちり守ってるっていうことだと思うんですけど、なんかそのあたりのレギュレーションだったり、その魚とか自然を守るみたいなところで何かエピソードってありますか？まあ、これはもう明確に差があってさ。まあ、事前に調べていったから、当然、まずライセンス買いに行くわけなんだけど、アメリカって合衆国なので、州ごとにルールが全部違うわけ。ライセンスのあり方も値段も、それぞれのその魚種に対するレギュレーションも全部違うんだけど、共通してることはね、非常に監視と罰則も設けられてて、遊魚に対する姿勢みたいなものがね、根本的に違うね。
僕が感じたのはもう、これはスポーツフィッシングなのか、なんだか。で、後でまあ、ネイティブな現地の友達もできて、彼らと話する中で、はっきりその姿が、形が見えてくるんだけど、基本的にね、アメリカ、特にルアーフィッシング。餌釣りとルアーフィッシング、かなりアメリカでも分かれてて、なるほど。ことルアーフィッシングに関する限りは、なかなかレギュレーションが厳しい。のと、アメリカってほら多民族国家じゃない。で、この厳しいルールはね、基本的に白人たちが作り上げたもんなんだよね。だから有色人種もたくさんいるよね、特にロスなんかは。まあ非常に失礼な言い方になっちゃうんだけど、これ現実だから仕方ないとして、まず白人たちのルアーフィッシングに対するその不文律みたいなものは、もう明確にイギリス、フランス、ドイツから来た、ヨーロッパから来た貴族階級がやってた、スポーツフィッシングになるよ。フライから始まってルアーフィッシング。これがザ・フィッシングなんだという考え方なのね。だからもう、花から建国の歴史の頭ぐらいから、フライフィッシングはこうあるべきみたいなものがアメリカ社会の中にも、もともと根ざしてるわけさ。漁と釣りは違うよっていうこと。おお、一なる番ほ言いど。たいのは。じゃあ、ルール作ろうよってなってるわけ。アメリカ州国だから州ごとに法律は違うんだけど、その根本的な遊漁に対するスポーツフィッシングの概念がものすごくそのヨーロッパ発のものがしっかりしているがために、罰則と監視体制が非常に厳しくて、まあ、僕が、ね、主にいたのはロスですので、カリフォルニア州の、法律に従ってルールが定められているわけ。で、まあ、渓流でいうところの観察みたいな、年検みたいなの買うんだけどね。カリフォルニアでは、まあ、内水面と海水の両方、二つ観察があって、それを合わさったやつ買うと値段倍ぐらいなんだ。一日だけだったら、1500円か1800円ぐらい払って済むんだけど、年検が割と安くってね。海川両方のダブルでもね、6000円しなかったかな。50ドルぐらいだったと思う。6000円ちょっと超えるんだな。それを買ってやるんだけど、行く先々の釣り場では、ちゃんと駐車料金払わないと釣りができない場所が多かったね。もしくは施設に入るときに入場料を取られる、海でも。おお、海でも、各ピア、要するに桟橋には、ほとんど釣り桟橋が設けられてて、そこの中で釣りをしなさいっていう場所が多いね、都会に行けば行くほど。でで、もなんかそうやってお金を集めている分というか、なんか施設とかもちゃんとしてるんですか？釣り人向けにみたい釣り桟橋はとにかく、まあ、安全面を非常に考慮されてて、あと衛生面ですね。一本の釣り桟橋が500メーターとか、1キロとか長いものがあって、5箇所ぐらいその洗い場が設けてあって、ゴミ箱もちゃんと設置してあって、仕掛けとかをちゃんとゴミ箱に捨てるように。で、さすがに釣り桟橋だと、その餌釣り90杯になって、魚を持ち帰る人が多いのね。大体ね、釣り桟橋で釣りをしてる人は、まあ、これも表現悪いんだけど、向こうでは普通に言ってたから、カラーとばっかりなんだよ。有色人種ですよ。で、ロスだから、いるのは、まあ、黒人、それからメキシカンだとか、ラテン系だよね。あと、ジャパニーズに、コリアンに、チャイニーズに、それから、インド人。僕が住んでたアパートにもインド人いっぱいいた。基本、こういう人たちが多かった。白人はね、ほとんど見ることがない。
この辺もちょっと文化の差があるね。日本うんうんうん。だとあんまり差がないじゃない？釣り桟橋の方が、ね。そうですね。グアマもいれば、エサ釣り師も半々ぐらいいたりするよね、今。ともすると、ルアーマンの方が多かったりするよね。そうですね。でも向こうはね、明確に分かれてたね。釣り桟橋では90%餌釣り。で、ルアーマンはどうしてるかっつったら、大体この、なんだろうな、金銭的に、アッパークラスが多いんだ。なるほど。だから、大体自分のボートで釣りをするからさ、いないんだよ、岸には。ああ、そっか、そっか。湖だろうが海だろうが、もう基本自分のボートで釣りをする。ルアーをやる人たちはほとんどそっちの方だったね。ああ、なるほど。この辺も大きな文化の差があって、で、岸、いわゆるおかっぱりをやってる人は、その釣り桟橋であろうが、国境の町、サンデーゴの方に行くと、釣り桟橋は少なくて、その天然の海岸線で釣りをするんだけど、やっぱり餌釣りが多いよね。冷凍イワシ買ってきて、針つけて、ドンつきの、ナツメヤモリがつけたって、それでボーンとぶっこんで、沖竿で釣ってんだよ。まあ、日本でいうところの投げ釣りだよね。ぶっこみ的な、投げ釣り的な。だから時折、寝魚が釣れる程度さ。新入さんのぶっこみだもん。ヒラメも食ってこないよ。鳥とかカサゴとかあの類だよね、釣れるのが。サバがめちゃくちゃいるんだよ、サバが。でもそんなんじゃサバ釣れないじゃん。そうですね。これは釣り桟橋の話なんだけど、初期の1ヶ月ぐらいの頃は釣り桟橋とりあえず面白いから行ってて、で、僕はライトゲームでやるじゃん。ボッコボコでサバ釣れるわけよ。だから厳選ね、ですよね。釣り方知らないからみんなびっくりして寄ってくんだ。みるみるうちに数十人俺の周り取り囲んで見学して、早口のインドなまりの英語とかで話しかけられるか何をやってるのかわかんないんだよ。とにかく教えれみたいなね、その釣れてるやつをくれないかとかね。で、そのジグヘッドにワームあげたところでさ、彼らのタックルには、どれくらいだろうな、12ポンドぐらいのナイロンラインついてんだよ。なるほど。サンゴ、いや、もっと太いな、サンゴどころじゃないかもね。5号、6号ぐらいのナイロンとじゃないかな。で、竿は物干し竿みたいな太い竿だし。そうですよね。だってぶっ込み的な投げ釣りをしてるわけですから、それなりの道糸ですメーターあげたって話にならないから、よね。タックルボックスの中に、重りと桟敷仕掛け持ってたのでね。もうすごく釣りたくて、やいや言ってくるメキシコ人のおばちゃんが隣にいたのに、その仕掛け作ってあげて、桟敷をさ、作ってあげて、ビョーンと投げて、ゆっくりこうやって巻いてくればいいからってやらせたら、サバがボコボコ飛びついてくるわけよ。で、大騒ぎになったりね、その年のある時に、冬が近くなった時かな、多分ヤリイカだと思うんだけど、筒イカがいっぱい桟橋の付近に生えてたのを見つけて、エギを持って行ってたのね。まあ、ちょいちょい帰国するからさ。調達するわけですね。あ、イカいるなと思ったから、これ帰った時にエギ仕込んどこうと思って、エギ持って行って、やったらば、もう普通にツツイカ釣れるのよ。昼間に。でも、エギング的なことをやってる人は当然いないわけですいるわけがないよ。よね。イカが大体釣りで釣れると思ってないんだよ。ああ、そっかそっか。対象の、あれ、生き物になってないんですね。イカとかタコとかは釣りで釣れる魚だという認識ない。で、大騒ぎになって、その桟橋の根元にはショップがあるわけ。釣具屋が。そこの親父まで見に来てさ、何やってんだと。帰るときに事務所寄ってくれっていうの。で、寄ったら、エギを見せてくれっつって。これなんとかならんかっていうから、段取りしてあげてね。
個人輸入だよね。う大量に、多分100とか200とか数字だったような気がするんだけど。それ以降、その、キングピアの辻桟橋ではエギングが流行ったという逸話があります。まあ、それ以降、まあ、いろんな釣りするんだけど、最も大きいのはやっぱり多民族国家であり、そもそもそのルアーフィッシングは、スポーツフィッシングの概念がとても強くて、レギュレーションがしっかりしてます。で、釣り桟橋は管理釣り場ですよ。いわゆる海の。ただ、放流してるやつじゃないよね。で、サンディエゴの方に行くとか、そういう釣り桟橋がなくて、天然自然のこう、入り江が複雑な海なので、サンディエゴの海。すごく綺麗なのね。それが気に入って釣りに行った時に、僕初めて、その、海のおまわりさんに捕まった。なんでですか？まあ、それ最初に言ったように、非常にレギュレーションがきちんとしてて、なんだろうな、その、連邦政府の約束事みたいなものがあって、各州の連邦機関によるルールの設定と監視と罰則っていうのが、もう州ごとにはっきり決められてるわけよね。で、漠然としか俺はそこの知識がなかった。ある日、サンディエゴの人がいないとこを選んで、砂利浜に降りて、砂利浜でフラットを釣ろうと思って、キャストしてたら、沖に行って小さく、船が止まってるのが見えたんだけど、あ、そう、これ、誰かがボートで釣りしてんだろうなと思ったら、投げてるうちに、だんだんこっち向かって大きくなってくる。どうしたんだろう。で、俺に向かってまっすぐ来んだ、行こう。あれだだってどうするのどうするのって言ったら、本格的にこう突っ込んでくるから、バーっと回収して、後ずさりして、竿立てたまま、何すんだろこいつと思って待ってたら、ガシャーってこう斜面に乗り上げて、で、置いてくんの。で、近寄ったらわかるんだけど、完全におまわりさんなんだよ。サンディエゴポリスって書いたんだそこで初めて知った。日本のように山行くと、漁協の監視の人が観察ちゃんと買ってるかどうかチェックに来るよね。見回りに、あれ漁協の人じゃん。そうですね。そこが違う。おまわりちゃん。そうか。なので、だからちゃんと、その、なんて言うんでしょう。行政の一部になってるってことですよね。その釣りの管理がね。ロスだのサンディエゴだのは海岸線にある都会だから、多分おまわりさん管理してんだよ。これがカナダとかアラスカ行くと大自然の山の中川の中入っていくので、さすがにおまわりさんは来ないんだけど、ガイドが全部その資格を持ってるんだよね。ガイドがその来るお客さんのライセンスと、あと ID みたいなのチェックして、で、あの時点でもうなんだろう、あなたは今年の何月にキングサーモン1本釣ってるから、もうキャッチはできませんよ。たら、長さだっけ、水の中で計測してリリースですよみたいなことまで、きっちりレギュレーションが管理されてる。で、都会である、ロスとかサンディエゴの場合は都会なので、おまわりさんがそこを担ってて、で、これね、ちょっと最初の逸話なんだけど、そのサンディエゴのおまわりさんがバッと来て、わあ、ポリだーと思って、どうしたのかなと思ったら、ライセンス見せろっていう。あ、フィッシングライセンスだなと思って見せたわけ。そしたらこう見てて、なんだかんだバーッと早口で喋るのね。よく聞き取れないで、これはダメだと、なんかお前ダメだみたいなことを言ってんのはわかるわけよ。え、フェイクだっていうの。This license is fake みたいなのは聞き取れるわけよ。で、フェイクじゃないよと。これはほら、トーレンスのショップ、キングピアってショップがあって、そこで俺買ったんだぞ、これって言うけど、ここ指差してこれフェイクだって、ここ見ろっつって、ここ見たら、俺もうかすだよね。レジデンスって書いてあるんだよ。居住者だ。俺居住者じゃないじゃん。あ、そう、一つ、抜けてたけど、ライセンス見せろって言われて、ライセンス見せたときに、ジャパニーズじゃないかと。そうだよって。旅行者かっていうかそうだよって。パスポート見せろって。パスポート見せて。で、フェイクだって。レジデントって書いてあるんだよ。
居住者。だから本当はアンレジデントの免、あの、か、買わなきゃいけないわけ。ライセンスを。ところが、そのキングピアの釣具屋の兄ちゃんがね、20代の若い小僧だったんだけど、俺は旅行者なんだと。日本の広島から来たんだって説明してんだよ。広島知ってるかって言ったら、うーんって言った、アトミックボンブの広島って言ったら、おおみたいな感じで、そこまで 説明して買ってんのに、居住者用のライセンスだった。それの差でも全然ダメなんですもんね。そう。で、何されたかって言ったら、ポケットからだったかな。切符出すんだよ。交通違反の切符があるじゃん。あのようなものを出して、ダーッと書いて、で、サインしろって言われて、フェイクなんだからっていうか、しょうがないのサインして、ピッてやって、で、Go to court って言われた。裁判所行けって。Go to court って言うから、ええって、いつ？って言ったら、明日でも行けって。どこの？サンディエゴのコートだよ。サンディエゴ裁判所行けって。びっくりでしょ？びっくりですね。すぐ現地のスタッフに電話して、弁護士通じて、状況をサンディエゴ警察に電話してもらって、そのおまわりさんの名前、チケットに書いてあるからさ、そのおまわりさんの電話口まで、うちの秘書が呼び出して、状況を説明したら、もう裁判所行かなくていいと。行かなくていいから、すぐチケットを買い直しに行けと。正しい方に。ライセンスを。ライセンスを。買い直したライセンスをファックスで送れと。ほう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 。ということで解決したんだけど、すごくない？ すごいですね。おまわりさんがいて、そういうふうなチェックをして、飲み物を入れていたクーラーの中身も全部チェックされて、よくわかんない早口の英語でベラベラ喋られて、注意事項ね。で、最後はチケット切られて Go to court なんですね。ある種かっこいいよね。かっこいいですね。日本だったら、その場で買えば許されますからね。そうね。本当にね、きちんとしてる、厳しいし、その辺が大きく違うし、そんなこんながあって、現地で友達ができたのね、僕も、釣り友達がね。一人はね、日本大使館の職員さん、ロサンゼルスの日本大使館の職員だから、エリートさんだよね。それと、居酒屋を経営してる日系三世のお兄ちゃん。これがなかなかやんちゃなんだけど、かなりの一発のアングラーさんで、二人ともボート持ってたから、ボート乗せてもらったり、それから遊漁船乗ったり、いろいろ、一緒に楽しく遊んでくれたんだけどね。なぜこれほど行政なり州なりが、レジャーフィッシング、スポーツフィッシングに対してこんなにきっちりしてるのか、不思議でいろんなことを尋ねたのね。日本はこうなってないから実に羨ましいと。で、なぜアメリカこうなんだって聞いたら、僕もね、かつてテレビやなんかで何度も見たことがある風景なんだけど、アメリカ大統領選挙の際に、候補者の人たちが日頃自分が何やってるかの映像パフォーマンスをやるわけ、テレビなんかで。このシーンでどの大統領候補も必ずやるのがキャッチボールと釣りをしてる場面を映すんだよね。それを思い出してさ、聞いたのよ、その友達に。なんでなんだって言ったら、ここでね、僕の中で、なぜ日本とアメリカでこんなに差があるのかの一つの結論が出たね。なんで大統領候補が魚釣りとキャッチボールという二つのパフォーマンスを必ず国民に対して、選挙運動の中で見せるのかって聞いたら、当たり前だよ、そんなの当然だよっていうのね。なぜって聞いたら、俺たちアメリカ人は、魚釣りもできないような、キャッチボールもできないような男を大統領にしないっつった。
なるほど。どうこれ？ すすごごいくでない？すね。それぐらいなんかこう、あ、その文化が、なんて言うんでしょう。根差してるんだっていうのを感じますね。そう。で、俺はジョンの日本人だし、その大使館員も日本人なの。でもそれを教えてくれた日系三世はもう三世だからほぼアメリカ人。日本語ほとんど喋れないんだもんだって。で、それの友達の白人なんかはもう完璧ネイティブだから、このネイティブ連中がそうだそうだって言うんだよ、その話してるときに。ファミレスで飯食ってたときなんだけどね。そうだ、それは当然そうだよって。釣りもしねえやつなんか大統領にはしねえよって。すごいよ。これが根底にあるからさ、今回の今日のテーマである、もう単純に米国と日本の釣りの文化の違いっていうのはそこに根差してんだよね。だからルールも何もかもその行政や州法できっちり作り上げられてる。なるほど。ちょっと日本とはやっぱりスタートが違うよね。で、そうですね。日本の釣りってのは僕の子供の頃と一緒さ。食料だったんだ。食料を調達できてるのと、イギリスの貴族から始まったスポーツフィッシングとの差がちょっと明確にあった。なるほど。ところが多民族国家なんで、特にカリフォルニア、ロサンゼルスなんてのは人種のるつぼなんで、白人層じゃない人たちは僕ら日本人と同じ、僕の隣でサビキでキャーキャー言いながらサバ釣ったメキシコ人のおばちゃんは、全部ズタ袋に放り込んで帰るわけだから。なるほ文ど。化だけ持って帰る、みんなお家でお腹空かしてる子供たちがいるわけだし。だから、なんかくっきり分かれてたね、その層が。なるほど。その辺も明確でした。なるほど。いや、大変貴重なアメリカ時代のお話ありがとうございます。はい。とても面白かったです。そうですか。なんか、日本も、まあそのスタートラインの違いはあるとはいえ、なんかもうちょっとあれですね。ルールというか、なんかそのあたりというか、なんか持続可能な形に進んでいくといいなと、キューベは思いました。次の総理を決めるときに、釣りをする人しか選ばなきゃいいんだ、みんな違う。国民投票になればできるよね、それそうですね。釣りをする人に。い。はい。ということで、また改めて、すはい、ありがとうございます。視聴者の皆様、今回の動画の感想とか、また、レオン師匠に聞いてみたい質問などあったら、ぜひコメント欄の方までよろしくお願いします。じゃあ、レオン師匠、今日もありがとうございました。ありがとうございました。